あの四日市の決勝2着で、その後の時に一緒で決勝2着だから、また半分以上飲もうって言ってたんで、それからちょっと半2着連発してます。そのおかげで頑張ってます。どうなったのかなと思って、すごい私の中で盛り上がってて自分の中でもピー超えました旦那さん別に何もそれに関してはもう、あ、アイドルみたいな感じで大ファンなんです。この間の大本さん見てて、あ、惜しかったね、惜しかったね、あそこに仕上がっとったみたいな、ね、そう、なんか発祥きついた時点で、あ、これ違うなって思って、ああ見えました見えたさすが、ちゃんともう一番顔目線で見てますから、ね、展開がどうしようもなかったね、ご主人の心配もしてます。あ、そうですね、ちゃんと走ってきてくれと、ちゃんと走れよと、ケツ叩くの弱いみたいで、最近しっかり稼いできてくれてるんですけど、いやー、ちょっと不良で、自暴自棄がずっと不良で、ケツさんも稼いできてます。まあまあ、そんなことないですって、ご主人の同棲っていうのは何回目、次、あの結婚してから。何回なんですかね。結婚する前は何回、あ、何回かあったんですけど、結婚してからも何回か、あ、そんな記憶に残るようなことがないんでちょっとやっぱり緊張ね、レース見るときはやっぱり身近で見るとちょっと、ちょっと気合が入るというか、何をやってんだみたいなそんな感じで見ちゃうそんな感じで頑張れよみたいなちゃんとやれよ。あとしさんのレース見るときはどんな感じ、もうハラハラドキドキ自転車取りには行かないですか、旦那の、まあまあ石破さんなのは一応行って、同系なんで、旦那はもう日本も取りたい、やっぱ区別しやばそうね、区別大体ですね、ファンですけど、これはなんかおだもおだも私のせいで、あ、おだも失礼しました。近況はね、もう変わらず決勝2着、はい、相変わらずね、ちゃんのおかげもあって、それが一番練習も頑張ってらっしゃるんじゃないですか。ぼちぼちね、ぼちぼち、こうウエイトとか練習ギアも上げたりとか、そうっすね、うん、やってますね、もうガリガリやってますね今なんか目指してるところとか、なんかこういうのってあります。とりあえずあっちゃんと一緒に大きい舞台に出たい、オールスター見たかったね。あれはもう選ばれるない、あれはもうファン投票なんで無理じゃない、無理なんですよ、無理なんです、そんなことない、ちょっと大きい舞台に一緒に出れるように頑張りちゃいますもうそのためだけ、ある意味ね、いい目標に、ね、はい、あ、それなご主人がやきもち焼くんじゃないかと、若干いやいや、もう比べちゃダメなんです、比べちゃダメです